はい、今日はなんとついにヒデの地元である静岡の方に行っていきたいと思います。やっとね、ヒデのどこでどうやって育ってきたかをちゃんとヒデに紹介してもらって、すごい楽しんでいけたらなと思います。それではレッツゴー。はい、今藤川サービスエリアに着きました。ちょっとお腹が空いてるんで、夕食の前に軽くご飯を食べてからヒデに会いに行きます。待つね、ヒデ。行きます。うわ、いいな。悩む。今何食べよう。焼きそば、どうしよう。ちょっとこの鶏からのシングル食べよう。買いました。ちょっと上がるまで時間がかかるみたいだから待ちます。買いました。今受け取りました。ちょっと座って食べようかな。いただきます。めちゃめちゃおいしい。ごめん、ヒデ、先食べちゃった。ごめんなさい。めちゃめちゃ揚げたてでおいしいです。ちょっとこれで腹の足しにします。コンポタージュ、自然を見ながらコンポタージュを飲んでる。静岡来て一番最初にするのがくつろげながらコンポタージュを飲むっていう、結構レア。そんな人いない。てか向かわないと、ヒデが待ってる。行きます。よし、行こう。はい、ご覧の通り静岡に着きました。意外とあっという間でしたね。ちゃんと雨ももう降ってなくて、ちょっと今暗いんですけど、静岡着いて多分もうあっちの、もうそこ静岡駅なんですよ。その北口を一応集合場所にしてるんで、ちょっと探しに行きます。いるから、ちゃんとずっと来たい来たいやってたんで。あれじゃない？ちょっとカメラ、あそこ絶対あれだよね。行ってきます。びっくりした、びっくりした。着きました。いやー、お疲れ様です。ようこそ静岡へ。そうだ、やっとだよ。いや、なんか俺思ってたよりすごいなんかわんさかしてるんだね、静岡駅って。静岡してます。静岡ってかわんさかしてます。そう、静岡駅が初めてだから。あ、そっか。お待たせしました。いやいや、なんかすごいようこそ静岡へ感ない。逆っぽい、ね、むしろ今から初めまして静岡な感じだけど、地元です。お腹は空いてますか？お腹めっちゃ空いてます。どこ行きますか？もう早く爽やか行きたい。爽やか行きます。今からハンバーグ食べに行きます。じゃあ良い静岡の旅にしましょう。ちょっと案内してね。案内します。任せてください。たくさん楽しいところ、思い出の場所なんか紹介しますんで。よっしゃ。じゃあ楽しみにして、じゃあレッツゴー。げんこつ一緒だけどグラムが違うんだけど。げんこつでしょ。で、まあ最初だったらスパイス、絶対ないっす俺で。一応人気ナンバーワンのオニオンだけど、デミグラスも美味しいし、まあ、あの言っちゃえば半分ずつくださいっていうのもできる。でもかけられちゃうの全部じゃあって。最初にかけてもよろしいですかって言われるから、あ、自分でかけますっていうのもあるし、あ、お願いしますってかけてもらうのも。どっちが美味しいの？俺デミグラスだけでね、いつもハンバーグ屋さんハンバーグ食べるって言ってた。ヒデどっちの？もうずっとオニオン。オニオンの方が美味しいかな。それは半分。半分
え、ちょっと俺の言って。いや、あ、いや、できる。決まりました。一緒一緒で、はい。初めて来たよね。初めて来た。ありがとうございます。冷やでもよろしければご一緒にお願いいたします。はい、まあいいか。はい、じゃあ行きますね。はい、じゃあ初めての爽やかに乾杯。乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。100倍うまい、これやると。すごい、こんなことやってくれんの、はい、じゃあ誕生日とか来たらおめでとう、乾杯。そう、誕生日おめでとう、乾杯って感じでやってくれるから、すごい。さすが、さすが静岡。大きい。すごいね。こちらもすげえ。まあ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 、もう一度使います、このまま。初めて。なんか嬉しいな。やった。メンバーが地元で一押しのところに来てくれるっていうのは。食べます。いただきます。いただきます。何から食べる。塩。塩か。めちゃくちゃうまい。やばい。はい、相変わらず、よろしくお願いします。いつもお世話になってます。ここにわさびをこうしちゃうんですよ。いただきます。うん、うまい。ちょっとじゃあ、人気の玉ねぎでオニオンか。こんな感じで贅沢に。いただきます。美味しいでしょ。美味しい。めちゃめちゃ美味しい。美味しい。本当に静岡来たら絶対食べてほしい。お仕掛けの爽やかマジで美味しい。うまい。美味しい。いただきます。食後のデザートは大事ということで、なんか最初はキッシュいらないって言ってたのに一緒の頼むのがいい。だって美味しそうだったな。ちっちゃくて俺なんかこんなでっかいのだと思ったの。そしたらミニって書いてある。これが本場の甘党生活です。静岡地元でのいつもこういう感じで甘党たくさん食べてる、ね、そう。ちょっと食べます。いただきます。アイスと小豆を一緒に。おいしい。最高です。これ食べたらお腹痛くなりそう。まずい。まずい。お腹痛くなるっていうと、あの高校生の時によく友達と一緒に爽やか食べに来て、まあ、中身がちょっと赤いんですよ。あの、まあ、肉汁たっぷりのやつを引き上げて、新鮮だから本当に害はないですけど、ただ私がお腹弱すぎて必ず爽やかのハンバーグを食べたら次の日の学校の朝遅刻する。毎回遅刻します。遅刻か欠席かのどっちかって。だから高校の友達があらかじめ先生に今日遅刻するかもですって言ってくれてたんですけど、今はそんなことないです。ちゃんと仕事も行けます。朝大丈夫。朝大丈夫です。もうそれを分かった上で食うってすごい覚悟。もし次のカットが僕が最初登場してなかったら察してください。それは大丈夫だと思う。爽やかじゃないじゃん。爽やかじゃない。お腹はもう全然ワイルドです。ワイルドすごい。ごちそうさまでした。美味しかった。いや待って、もうまたもう一回行きたいもん。明日ここでもいいよ。超新着ここでもいい。全然ここでいいよ。なんかもう一個頼みたいよね、ハンバーグ。あれすごい美味しい。大満足。
あ、まず一つ目、僕のおすすめする静岡のスポットはサウナです、はい、ということで次はサウナの聖地、サウナ敷地にご案内します。楽しみで、サウナ好きなんですよ、よく、行ってたりするから。ヤキッチョとサウナ行くのは初めてだよね。いつか東京で行こうねって言ったのは、まさかの静岡で、しかも地元の聖地お邪魔します。ようこそいらっしゃいました。お邪魔します。じゃあ行きましょうか。レッツサウナ。はい、サウナ敷地に着きました。いや、聖地でしょ。聖地、ちょっと僕ずっと楽しみだったんで、もうこれが終わったらもう整って、はい、そう、なんといっても大変ってなるのもちろんなんだけど、結構混んでる。24時間営業で、ね、強い強いです、まあ、ただ人気だからすごい混んでるけど、こちら外でもね、涼しめるように。なるほど。ベンチも置いてあって、入ろう入ろう。じゃあ整いに行ってきます。整いました。整えすぎて。サウナ業界の聖地って言われてる敷地さんで、鼻真っ赤になりました。やけどしたね。そう、それにもワディラってスチームでやけどした。だから整ったんで、あとはホテルに向かってインスタライブをするんで楽しみです。まあなんかサウナ2つあって、その1つがフィンランドサウナで、もう1つが漢方の、その薬草とかその効果があるサウナで、そっちの漢方の薬草サウナ、薬草サウナの方が下からスチームがどんどん出て。もう腕上げたり、自分の垂れてくる汗で火傷しそうなぐらい熱くなって、ね、チューみたいな。熱すぎてだけどその後ね、入った水風呂とかね、整いまして、素晴らしいです。また来たいです。ね、本当に気持ちよかったし、秋人はもうね、とにかく鼻が真っ赤っかなんで、やばい、これもう本当にやばい。ちゃんと見えるか分かんないけど、これやばい、結構やばい。日焼けプラスみたいな感じで、2つ目の静岡のおすすめスポットはサウナ敷地さんでした。じゃあこれからホテルに向かいましょう。じゃあ向かいます。ネバーランドの正宗と信長でした。バイバーイ。バイバーイ。長橋とフリアでした。ありがとう。バイバイ。ありがとう。よし、テンション高くしすぎたかな。だって嬉しかったんだもんね。いや、でも良かったですよ。なんか寂しくなっちゃった。まあ、浴衣着るのは1年ぶりで、もう前回はオンライントーク会で浴衣ですみたいな感じで、なんで今回もね、またその画面を通して浴衣を披露したんですけど、いつか直接ね、もういいね、一緒に、よかったフェアリーのみんなも一緒に浴衣着て、みんなでなんかイベントとかできたらいいなって。それ最高だね。なのでいい配信もできたことで、一緒に寝ます。明日に備えよ。明日に備えます。おはようございます。よく寝れましたか。寝れました。もう朝もすっきりしてね、朝風呂行って、今からご飯で。お腹は大丈夫です。爽やか食べたけど。あ、もう全然大丈夫だとは思います。お風呂入っても大丈夫。お風呂もね、朝風呂さっき行ってきて、すごい景色を見ながらびっくりできた。霧がすごかったね。うん、ちょっとここから晴れるといいけど、まあ雨は降ってないんだよ。はい、うん、もうちょっと日が昇ってきたら晴れると思うんで、うん、とりあえずは今日一日動けるパワーをここで
たくさん撮って2日目も楽しみたいと思います。あ、恥ずかしい。なんかね、で昔からこういうの毎回綺麗に撮れないね。なんかでももうギュッだから綺麗は綺麗とか関係なくめっちゃ綺麗すごいめっちゃ綺麗。なんかこうやって撮るんだね。やっぱお皿分けないとだって肉じゃがもさ、ね、それはもうスープかけちゃったから、卵で一回押さえたんだ。だから卵が肉じゃが味になっちゃったから、もうお腹に入れば全部一緒なんで食べたいと思います。せーの、いただきます。食べます。え、すごいお刺身が本当に柔らかくて美味しい。朝からこんなの食べていいのかな。うん、おいしい。最高。マグロのトロ、マグロか、何だっけ。ブリ、はい、またね。ブリ、はい、違うの、トロロ。やっぱ、なんで味噌汁毎朝なのか分かる。なんで気分が良くなります。味噌じゃなくて確かに汁。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。何が美味しかった？お刺身が美味しかったです。朝からちょっとお腹いっぱいで眠くなっちゃいました。無事スクランブルエッグが肉じゃが味になったけど美味しかった。甘くて美味しかったです。なんかそう、焼津だからすごい海鮮が盛んで、マダイとマグロも入ってたかな、をトロロと一緒に食べてとても美味しかったです。あと今日も、天候は少し曇ってますが心は晴れやかに、いやでもなんなら天気吹っ飛ばすぐらいのテンションでそうだよね、お届けしたいと思うんで、今は朝食を美味しくいただいて2日して2日目スタートです。はい、2日目スタートです。朝食も終わって服に着替えて、見てください、ここホテルの8階なんですけど、もうすっごい、さっきまで本当に曇ってて暗くて見えなかったんですけど、ちょうど今ね見えてるかな。すごい奥まで綺麗ですね。綺麗、もうね、ちなみに奥に見えるのが御前崎っていうところで、うん、それあそこも海岸とかすごい綺麗。まあこっち方面が、関西の方、関西、島田市っていうのがあって、そこから、まあ、菊川市、掛川市、袋井、岩田、浜松っていう、本当静岡は横に長いから海がもうどこの市に行っても海が楽しめるのが静岡の魅力でございます。あっちにも焼津港があって有名な美味しいお魚も取れますので、ぜひ行ってみてください。この後僕たちはどこに行くんですか？この後は、広野海岸公園というところに行くんですけども、はい、そこの公園は、まあ、海も見れるんですけど、大きい船が真っ二つに割れて、どうだろう、こう真っ二つに割れてて、そこが魅力っていうか、本当に大きい船があるんで。オブジェってこと？オブジェ？いや、もう中も入れて、もうとにかく公園に船がバーンってなってる感じで、とにかく行ってみよう。 OK、 さあ、2日目も楽しんでいきます。行ってきます。結構やばいよ。あ、すいません。ここはうなぎ屋さん最高。